待って、台を揺らすっていうのある。え、もしかして出てくる10円。え、ダメだよこれ、怒られちゃうよ、お店の人に怒られちゃう。10円。あ、遊びづらくなっちまったじゃねえかよ。一点数やったら10円がポロって1枚出てくんじゃないの。ねえねえ、それでも遊ぶもん、いけるやろ。どうにかこうにか、上だけやもん、見えなく、見づら。ちょっと揺らしてみろって言ったやつ、表に出なさい。10円。くそがー。あー、直接、あ、え、あー、なんか出てきたー。なにこれ、あ、電源つけよ。今つける必要あるだろ、あるだろ、この部屋入ろうとしてんだから。なんでつけ、びっくりしたー。なんでさー、押し入れ開けたら中に入るっていう発想はないだろ、つー。何やったん今、港。夕食2回あんですけど。え？これなんかさー、別のやつに食わせてんじゃねーの？喉が。いや、なんかちょっと、何、急にかゆ馬みたいな言い方するやん。うん、水はきれいに出るね。止めなさい、水を。飲む前に水を止めなさい、湊。さっきからあんたは。どうしてこうも喉が渇くんだろう。なんだそれは。かゆ馬やん。え、もうゾンビになっちゃってんの、こより。もうさっきからさ、つけたろうそくは消さないし。水を、チャッと買わなかった。生卵。生すぎる。いただきアソリッドに怒られるもん。つけとこ。閉めちゃった。頭が痛くなってくる。魔除けじゃん。魔物じゃん、じゃあ。己。うおー。あれなんじゃねえの？全部集めた状態で、テーブルしとこう。化け物なんじゃないの？化け物の血をさ、受け継いじゃってんじゃないの？え、しかも言ってたよね？それなんじゃないの？ママ！え、ママもしかして自殺？ママだと決まったわけじゃないのに、ママだと決めつけている。あー、綺麗！美人ママ！あ、ママだった！あ、スケートもできた。あっ、トゥトゥトゥルルルル。とりあえず明かりをつけるか。先につけろ、つけとけ、いずれ暗くなるんだから。え、つけて回るの？やだ。やだ。もうこっから動かない。店員先の医者が、兄さんの首に絞められたような跡を見つけてな。呪い？それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。用心するに越したことはないだろう。待て待て待て、そんな犯人が近くにいる可能性があるのに一人で。ダメだよ。一人で大丈夫か。ダメ。当たり前だ。ダメだろ。子供じゃあるまいし。子供だよ。そうか。港、気をつけなさい。はい。ああ、おやすみ父さん。いやダメでしょ、殺人鬼おるって、近くに。呪いか殺人鬼かどっちかおるって。喉が渇いた。ああ、渇いてんね。水でも飲もう。よし、オッケーオッケー、台所行こうね。あ、振り返ることもしない。
今のは殺人鬼おった。あ、やばいやばいやばい、ちゃんと鍵閉めたか。え、物語を終わらせに。なになになに、ちょちょちょ、勝手に逃げた。何かいた。ええもしもし、助け。するんか。子供の頃母さんから聞いたことがある。なんて不吉な昔話を母さんはしてるんや。話を聞いた日の夜は怖くて眠れなかった。いやマジでな。くそ、やってよかったと思えるゲームだったわ、本当に。だからこれは、ふぶき先輩とかが言ってたんだけど、おすすめしてくるのがめっちゃわかった。よかったよって、長いけどよかったよって言ってたのがね、めっちゃわかりました。こよりもね、おすすめっていう言葉と一緒に4時間って聞いたときは、いや、厳しいなって思った。和風ホラーで4時間は耐えられなさず、途中ね、一瞬耐えられなくなりそうなところがあったんだけど、実は。そう、もうやばい、もう帰りたいみたいな口に出てたかもしれない。もうもう嫌だって言ってたあたりはね、やめそうになってたけど、ちょっと頑張ったわ。